伝聞15年俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますよ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。こうしてく。開門。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。目障りだ。うつけ野郎にしてやられたか。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れてか。これで後戻りはできなくなったな。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまない。無理はするな。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。しまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。壊してくれる。この俺を止めようとて無駄よ。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。俺を打つけと侮ったか。引かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。はっ。
と手合わせをしもうか。この俺を止めようとて無駄よ。俺の力がこれほどとは。また若の分を祈るほかない。敵将打ち取ったぞ。やはり兄上はお強い。私の獲物発見ね。目障りだ。壊してくれ。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、物の歩をはしくれ。つやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。兄ちゃん、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。壊してくれ。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。